マラカイトハリトカゲはイグアナカハリトカゲ属に分類されるトカゲ。別名エメラルドスイフト。エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ南東部全長15から26センチメートル。妖体やメスの生態は緑褐色から茶褐色。オスの生態は背面が光沢のある緑色で、覆面の両脇は青色。 尾が緑がかった青色になる。頸部側面に黒い斑紋があり、陰頭部がオレンジ色になる個体もいる。種小名マレキタカスは、クジャク石のノイで、オスの色彩に由来するものと思われ、和名と同義。体色は、環境や気分によってある、程度変化させることができる。森林や湿地にある岩場に生息する。半樹上生で、 主に地表で生活するが、樹上にも上る。植生は、動物食の強い雑食で、昆虫類、節足動物、果実、花、植物の葉等を食べる。繁殖形態は、卵体制。妊娠期間は3から4ヶ月で、1回に3から5頭の幼体を生む。ペットとして流通されることもあり、日本にも輸入されている。主に野生個体が流通するが、 飼育か繁殖個体が流通することもある。族内でも流通量が多いが、近似種も本種の名前で流通している。テラリウムで飼育される。流木や岩等を組んで活動場所や隠れがにする。流木や岩はしっかり組み合わせるか固定し、それらが崩れて生態が下敷きにならないようにする。湿度が高く群れた環境で飼育すると、皮膚に、 粒状の腫瘍ができ、最終的に命を落とすことが多い。予防として、ケージ内の通気性を確保し、万が一症状が現れた個体は、他個体から隔離し、11種の判断を仰ぐ。長期間水分を取らないとすぐに命を落としてしまうが、水容器に気づかないことも多い。小型の保温用の電球等を、ケージ内の一部へ照射する。 朝や照明を点灯した際に壁面に霧吹きを吹きつけた水を飲ませたり、水容器に水滴を常に落としたり、エアーポンプで水面を動かすことにより水容器に気づかせる。岩や流木等を組んで活動場所や隠れ家にする。餌は小さめのコオロギ等を与える。餌に対しては事前に野菜等の餌を与えたり、サプリメントを振りかけて栄養価を上げる。 少量の果実も食べるため昆虫ゼリーをケージ内に設置すると食べることもある。ありがとうございます。